皆さんどうもこんにちは、山竹です。今日はですねぷよぷよやってくんですけど、ここ最近ね俺がたまに負けるときどういうときかなって考えたらですね、自分の形に大体ぶっ壊れてるときだなってことに気づいたんですよ。なので今日は安定性を重視します。つまりですね、階段と鍵積みしか基本的にやりませんということで、よろしくお願いします。さあまた今日はねリーデル選んでやっていきましょう。階段と鍵積みだけって結構ね自分的に難しいんですけど、 やれるかなって感じですね。そういきなりこういうツモですが、これはねもう階段ですね。できるかな、結構実は苦手なんですよね階段と鍵積みってね。そんな苦手になる要素ないだろうってたまに言われるんですけど、難しいですよ階段と鍵積みって結構本当はね。うわー、さあ緑が待ってしまったのは良くない。あ、これ負けましたねいきなりもうこういうもう隙を突かれる感じですね。そうこれが難しいんですよ階段ってね。意外とね折り返しのところがやっぱりちょっとね作りづらいんですよね自分的に。お、これも階段でいけるかな。3連こう自分も3連で対応していきましょう。よいしょ、少し返していく。相手も3連射打ってきましたが、これは青が飛び出なかったなかったですが、まあここ1回消すことによって青は飛び出るので、さほど問題じゃないですねこれはね。さあ後ろの方でちょっと攻撃をしつつ、そのうち青が来たら発火していきたいですね。これぐらいでいいか。相手多分もうあんまり組んでこなそうな雰囲気なんで4連射ですね相手。ああ自分3連射しかなった、まずいぞこれは。こんなもんか、危ない。耐えていく耐えていく。いやー階段と鍵詰めやっぱ難しいですよね階段鍵系。特に階段はねめちゃんこ難しい連鎖だと僕思ってますんでね。さあこっから3連鎖がある、あ4連鎖だ、4連鎖があるが相手はでかいはい、いきなり負けてしまいましたと。本当にね階段積み難しくないですかね。僕全然やっぱできないですね階段は。まあ、ですが今日はこれをやると言ってしまったので、レート仙台に落ちようがね階段と鍵積みをちょっと練習していこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。そうあのね折り返し組んでない段階で階段積みでね、なんだっけ変な3連鎖とか打たれる、普通に死亡するんですよね。さあよろしくお願いします。名前セガ社員の方ですかね。やっていきましょう。さあこれも階段積みでいきましょうか。もう鍵じゃなくて階段オンリーでもいいですねこれね、普通にそんな気がします。ほらこれもう黄色来ないとスキーどうにも埋まんないですからねこれね。まあまあまあとりあえず3連鎖よいしょ。うわー5連鎖来た、これね終わりましたね。これこうなっちゃうとどうしようもないんですよね。やっぱね鍵積みじゃなくて階段積みって激難しいと思うんですよね。階段組める人ってすごいと思うんですよ。勝ったのか。よいしょ、よくこう階段積みを得意とする人は組めるなと思っていつも見てるんですよね。僕は全然綺麗に組める要素がないんですよね僕この連鎖。本当に何なんですかね、何が悪いんですかね僕は。組み方やっぱ悪いですかね。ちょっと階段積みについてはちょっと乏しいので、とてもとても何が悪いのかわからないんですが、まあ、何かが悪いんでしょう。おっとその発火はさすがに僕の勝利ですね。あいつは黄色までの6連鎖に対して黄色までの8連鎖ですね。よし、さあとりあえず1勝していく。コーヒーを飲みつつ頑張りますよ。はい、いやーちょっとこれはねごめん無理、無理なんでこれはね鍵積みに変えます。鍵積みなら結構慣れてますよ自分も。よいしょ、鍵積みならまだまだ全然いい感じですよ。はい、さあ2連鎖、緑が打ってきた、打ってきた、打ってきたら、え緑来いよ、ビビるからねそういうギリギリまで来ないとかそういう事件やめてほしいですよね
さあ発火していく途中、同時消しをボンボン挟みながらのそこそこ大きい連鎖、これは勝ちましたね。8ダブからの9連鎖、はい、やっぱ鍵済みならね負ける気はしないんですよね。結構階段ってやっぱ激難しいと思うんですよ。本当に勝てないですね階段。まあまあ今回だからなるべく鍵済み多めで自分やってきますんでよろしくお願いします。ほいほいほい、さあよろしくお願いします。レートめっちゃ上がりましたねさっきのでね。まあまあいいでしょう、レートもねすぐ上がるもんなんで、あれは頑張れば。どういう手順で詰めば好きなく詰めるんですかね。あ、これいいですねこれ。うわー出た出た出た、ほらそういう2連鎖やられると結構厳しいんですよね階段の場合。ちょっとね本当は紫もう1個置かないといけなかったんですけど忘れちゃったんで、とりあえず4連鎖やっておきます。あ、5連鎖だった、思ったよりでかかったですね。序盤2連鎖とか打ってくる相手には割と5連鎖とか実は刺さるんでありですね。割と崩しに焼いてきてる可能性はあるんですけど、いきなり序盤でそんな負を何個も使っちゃうのはね実はかなり危険な行為で、相手に受けられてしまった場合は、かなり不利になる状況がやはり多く見られますね。さあ階段折り返しから組んでいこうと思った熱が全消し見つけたため3連鎖で消化していく。で相手何もないんですぐ発火していきましょう。はい、これで待ったかな。はい、いいですね。階段は難しいですね本当に。もうたちまちなんかねもう動きが初心者になりますからね階段積みの時は。一応初めの頃少しは勉強したんですけどね。おーレート高い衰退ですが、ここはやっぱ今回の動画の趣旨はね階段積みなんで階段積みやっていきますよ。おっとなんか相手あれですね、奇抜な形を組んできてますね。さあご挨拶の単発、そしてどうしようかな、つなげていくか、詰まれっていうのが飛んできましたね。紫がいっぱい欲しい、あ紫切った、赤赤赤黄色、ここで単発、ほい、おこれは発火してきたのかな。あー黄色、危ない危ない危ない、発火じゃなかった、いや助かりましたね。暴発しますよここ、あ危なかった。後ろはかなり同時消しで回収ができているんですけど、まあ普通に相手が本戦組んでたら負け試合って感じでしたね。嬉しいな、ほい、さあ1本取って田野山だけ、これはいけそうですねかなり。なんか階段っぽくないですが、まあ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 一応階段なんで、これも危ない危ない、多めに見てください。っぽくはないですけどね、ただ連鎖珍しくよく組めてるんじゃないですかこれは。さあ相手の、あ4連だった、やばい、うわー厳しい、3連だと思ったら4連、あでも全然大丈夫だこれ。相手の5連結の2連鎖に対して5連結の2連鎖をぶつけていく、お1個多かったですね、それまでの落下ボーナスの分ですかね今のは。お3連鎖あるんで打ってみましょうか、3連鎖打ちます、ほい、相手も3連鎖ですね、かなり見事にいい感じの量をぶつけてきますね相手の方も。ほい、これでいいかな、ちょっと後ろの赤と紫の連結を足して発火しました。これで多分9連鎖の量返せると思うんですけど、どうですかね、連鎖的には8連鎖しかないんですけど連結が大きいので、あ返んなかったやばいなこれ、普通にこれやばいですね。さあでもこっからはねもう階段じゃないんで僕のフィールドですよ、やばいやばいやばい、あいいツモ来ましたね、すいませんこれはツモが良かったですかなり。はい、ということで勝利を収めていったのは山だけ、5連鎖ダブルをぶつけていく、しかし相手紫ハッカーで全然あったぞまだ勝利と確信するのは早かった、まだ勝利とは確信できない段階でしたね。さあでもしかしかなり刺さったのでこれはもうガチ有利、さあガチ有利な段階からまた連鎖を昨日ぶつけていく、最後5連結の6連鎖、これはもう勝ちましたね、5連鎖しかないですねあれは。はい勝利ですね、オッケーオッケー、
階段もまあ難しいですけど、なんとかなりそうですね。今みたいなツボだったらやりやすいですね、結構。はい。さあ、少しはレート盛りましたね。階段積み難しいですね、本当に。さあ、相手は2連勝中の33。いきましょう。おー、いいツボ、いいツボ。あ、すごい、いいツボ。いいツボじゃないと組めないんじゃダメなんだよな、ぶっちゃけ。んで、こうか。よいしょ。さあ、発火しましょう。さあ、相手の3連鎖に対して本戦が10連鎖。ちっちゃいですね、連鎖。かなりちっちゃいですよ、これは。これは厳しいか。まあ、これもまた相手次第な感じがありますが、あ、9連鎖だった、やばい。赤発火、あれ。赤来てないですね。まあ、ハッカショコが引けなかったんで勝ちましたという感じですね。もらった感じの勝ちですね。嬉しいな。9連鎖か、今ので。覚えとこう。うわ、難しい。こういう、いやー、ごめんなさい。これはね、ちょっと一回鍵積みにやらせてもらいます。ちょっとこれ今からね、階段に持ってくるのは無理がありますね。よいしょ。反発相手。ほい。で持って、で持って、さあ、ニトリ。あ、3連鎖目いらない、これ。かっこ悪い3連鎖目。そう、相手結構めくって意外と連鎖入ってますよ、あれ。気をつけたいところで、後ろを少し足して9連鎖に対して、これ足りないか。ちょっと後ろかなり同時消し足したんですけど足りないですね。7連鎖トリプルじゃ全然、あ、全然ダブルだったし、全然足りないですね。ちょっと失敗してしまいました。まあ、切り替えていきましょう。残念です。安定性、階段ってやっぱ難しいですよね、皆さん。やはりね、階段は難しい連鎖ですよ。階段練習してる方も結構いらっしゃると思いますが、階段はね、やっぱかなり難しいということをね、今ちゃんとね伝えておきます、皆さんに。階段は難しいです。綺麗に組むのなんて本当にね、だいぶ至難の技ですよ、階段積みって。その2連は受けてみようか。一応紫これで露出すると思うんで食らえるんですよね。赤から打ってくるでしょ、あれ。あ、紫にしてきた。3連鎖に合わせて本線ぶつけました。後ろがね、青と黄色同時消しの今度こそ10連鎖かな、これは。そうですね、青と黄色同時消しの10連鎖。しかもかなり連結は大きいんで悪くないんじゃないですかね。はい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 。そして、あ、刺さった、よし、勝ちましたね。 OK。まあ、階段ちょっとでもやっぱ太陽手が自分作れてないんですよね、階段で。これダメですね、結構これは良くないんで、なんとかしたいところですね。さあ、よろしくお願いします。レートもちょっとずつ持ってきましたね。階段行きましょうか。あ、もう組みやすすぎる、このツモ神。よいしょ。ちょっとずつ階段順応していきたいところですが、まあ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 、こんな感じで、2連鎖ダブルからの3連鎖。これ結構やっちまったかもしんねえ。何がやっちまったって、これね、後ろが何も繋がってないんですよね。これ多分6連鎖しかないんで、6連結だとはいえ、これはかなり帰らない、厳しいでしょう、これは。ほい、よいしょ。厳しいか、ちょっと今積もれなかったですね。まだワンチャンありませんね。残念です。大勝利。はいはいはい、頑張りましょう。階段はやっぱかなり、なんていうんですかね、自分を追い込む戦いになりますが、たまにはこういう、たまにはっていうか、定型組んでね、こう気分を入れ替えるっていうのもありだと思うんですよね。
ほいほいほい、よいしょ、刺さった、刺さったらすかさずにラブ、こういうの打てればいいね、階段でも。意外とこう逆階段なんていうんですかね、階段を逆折りの鍵積みにすることもできるんじゃないかなって今ちょっと思いましたね。ちょっとそれは後々考えてみましょう。今のその技術が使えれば楽かもしれないですね。いやー今すごい鍵積みにしたかった、鍵積みにしたかったが、ん？前傾車ある？なかったですね。相手の動き的に前傾しがあるような動きだと思ったんですが、前傾しではなかったと。ただのよくわからない単発でしたね。その2連ツアーは3連4連、あ、まずい、これは負けましたね。あ、ま、負けてない、まだあった、あぶねえ、あぶねえ、諦めるとこあった、まだありましたよ、全然息の根は止まってなかった山だけ。ほい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 、しかも連鎖まだ繋がってますよ、4連鎖相手います。2ダブからの3連ありますが、ああうまい、その伸ばしはお上手ですね。あぶね、さあ2ダブでなんとか対応、少し振るかな自分の方に、あ振らなかった、帰るのか今の。さあしかし階段積みをね、階段積みが終わってセカンド勝負になった僕はかなり強いですよ。思い知るがよい、階段じゃない俺の爆発力。その2連鎖はもう絶対勝ちましたね。さあ5連鎖あったで終わりですね。これはほい、オッケーですね。危なかった、いや今絶対負けたかと思ったらまだ発火点あった。やっぱ階段ああいうの大事ですね。ああいうところをねしっかりとやっぱり戦えないと階段はダメかもしれないですね。なんか今日みんな練習してるんだけど、試練を与えてきてるようですね神が。これはこっちか、こうして、あこれはでこう、あいい感じいい感じ、やめて、うえ、あやばいやばいミスった。おしかし悪くないぞこれは。やべ逃げたんでした、これはよくねえぞ。あでもそっか、これで底上げにすることができるんだ。えこれいいぞこの形、さっきまで組んでた階段となんか訳が違う、使いやすそう。2連に対したら3連で本線はあれ繋がってないで、あれかなり厳しい気がするんで打ちましょう。そうですね、ああやって1回消さないと相手いけないので、その間にあんまり連鎖組めないでしょうという予想を立てた上だったんですが、6連鎖以上ある相手、厳しい、かなり厳しい戦いになりますね。これは2ダブ、2連鎖からの3連鎖しかない、これは負けましたね。いやー難しいなー、はい、ほんと難しいですね。オッケーオッケー、まあまあまあ切り替えていきましょう。パフ、おいいぞ、よしバッチリバッチリ、ちょっと連鎖日が階段っぽくないですが、まあまあそんなところはどうでもいいんです。3連打っちゃえ打っちゃえ、いやーさあ甘えたハッカーをしていった山田家、さあ連鎖日は青までしかない、8連鎖なんかじゃあ帰りませんって感じですね。これはもう完全に負けると、もうフルボッコじゃないですかこれ、ダメですね、やっぱ階段は難しいです皆さん。はい、まあじゃあ負けちゃったんでこの辺で終わりにしたいと思います。まあちょっと久しぶりにね階段で遊んでみましたが、あまりにも階段はセンスがないのでもう多分一生やりません。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。まあ階段みんな多分練習始めすると思うけど、階段って実はね相当難しい連鎖だと思いますので、まあ練習している人は懲りずに頑張ってほしいところです。
はい、ということでじゃあ今回ここまでにしたいと思います。次回の動画でまた会いましょう。次回はね多分まあ、これとは真逆にもっとフリーダムに組んでいく練習していくと思いますので、よろしくお願いします。